三時代区分法は、人類の歴史の時代を石器時代、青銅器時代、鉄器時代に区分する考え方。デンマークのコッペンハーゲン王立博物館の館長、クリスチャン・トムセンは、博物館の収蔵品を、力、特に刃物の材質の変化を基準にして分類し、石、銅、鉄の三つに分類して展示することを考えついた。つまり、人類は石以外に金属を知らない。 石器時代、鉄がまだ使われていない、青銅器時代、鉄器時代という三つの時代を経たことを区分して展示したことに始まる。トムセンはこの考え方を推し進め、1836年に北方古代文化入門を表して三時代区分法を提唱した。石器時代については、トムセンの後、イギリスの考古学者、ラボックと新石器時代という用語を使うことを、 提案した。さらに、フランスの考古学者モルガンは、旧石器時代と新石器時代の中間に相当する中石器時代を追加した。三時代区分法は、当初、材質の変化のみを基準にした区分だったが、各地域の研究が進むにつれ、材質の変化が生産手段の変化を示すものと考えられるようになった。旧石器時代は、絶滅した動物化石と、 多生石器のみを使用した狩猟、最終生活の段階、新石器時代は、現世人類が土器と魔性石器を使用するようになり、農耕、牧畜という生産段階が出現した段階に位置づけられるようになった。旧石器時代と新石器時代の境目は1万年前で区切られており、地質時代で言うと前者が更新世に属し、後者が 関心余に属すと考えられている。石器の代わりに、制銅器のみが主要な道具として使われる時代である。制銅を作るためには、銅と粗が必要となるため、鉱山資源の入手が可能で、高度な冶金術が必要となる。また、この時期に都市が形成された。鉄器登場の時点で、制銅器時代は終了する。主要な力が鉄で作られた時代。三時代区分法では、 最後の時代となる。高度な製鉄技術を持ったヒッタイトがメソポタミアを征服した。ヒッタイトが工場を誇ったのは、この高度な製鉄技術を独占していたからだと考えられる。そして、ヒッタイトの滅亡とともに、高度な製鉄技術が広く伝播し、エジプトメソポタミア地方で鉄器時代が始まることとなる。三時代区分法は、当初は、 ヨーロッパという一地域の考古学的区分として考えられていたものが次第に世界に共通する区分とみなされるようになった。しかし三時代区分が適さない地域も見られるようになり三時代区分自体の問題点も明らかになっていった。例えば新大陸が金属機を知るのは旧大陸より遅い時期なのに敵機までに至らなかった。点東アジアの日本では 金石併用時代は、石器、青銅器、鉄器の三者が併用され、青海器時代を飛び越えて、鉄器時代に移行した点など、三時代区分法では区分できない地域があることが分かってきた。ありがとうございます。